ようございます。いや天気悪いな、なんか雨降りそう、大丈夫かな。今日はバイク仲間の原田くんが大型免許を先週取得されて、そして速攻大型免許を取ったのと同時に、はい、オープニング撮ってる最中にネズミ捕りだ。ここ16号バイパスやってますんで気をつけてくださいね。はいはい、よかったね、ゆっくり走ってて、まあいつもやってるんでこの辺の人は分かってると思いますけれども。そしてちょっとオープニングに戻りますけれども、どこまで話したっけ。バイク仲間の原田くんが大型免許取って、新車を購入しました。パチ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 、いや早かったね、取ってすぐ、もう取ってる最中から毎週バイク屋さん巡ってましたので分かってましたけれども、はい、何をちょっと買ったかは、バイク屋さんに行って、バイクお見せするときに発表したいと思います。よいしょ、リンク開始。OK です。はい、はい、全員来た。じゃあ原田くんの納車式行きましょうか。やべ、楽しみだ、よろしくお願いします。行きましょう行きましょう。手前のかな、到着。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってね、スタンド。はいはい、スタンド立ってます。はい、いいよ。はい、よいしょ。あるじゃん、原田のタイガーが。あった、タイガー。タイガーあるじゃん。タイガー、ホンネビル5番。まさかのタイガーだったり。トライアンフか。やっぱ原田トライアンフって感じするよね。する？なんだろう。するする。OK です。ゆっくりでいいからね。よいしょ、いいっすか、出ますよ。はい、もう走ってんじゃん。走ってるけど椅子やっぱ高えな。やっぱ高いっすか、それ高いっすね。ツンツン両足ツンツン。これどっちどっち、同士同士。右から行く？いや、わかんない、任せる。右から行こう、右から。どうぞ先走ってください、はい、いやかっこいいね。いや緊張すんね。本当だ、シート高そう。高い。あ、でもね、原田似合ってるよ。マジで、うん、いいっすよ。そのもらったリュックも全然似合ったかっこいいぞ。これいいっすよね、リュック。トライアンフリュック、まあ、そこじゃないよね、まず、あ、車体だよね、まずね。いや嬉しいな。車体なんかオーリンズのタンクが光ってるよ、かっこいい。そうっすね、チラチラしてますよ。ゆっくりゆっくり。オーリンズのロゴは、あ、これウインカーキャンセラーが、オートキャンセラーだ。本当？おー、いいよ。ハーレーみたいじゃん。あの、上げるのと下げるの両方ともだっけ。そうね、上げるのだけ、上げるのだけ、うん、あとスリッパークラッチとアシストクラッチが入っていて、そう、トルコンも入ってる。トルコンも入ってる、うん。あとパワーモードが何種類。パワーモードがね、5種類来たかな。5種類もあるんだ。すげー、すごいな。で、液晶 TFT モニター。 TFT モニター、うーん。で、全部 LED。 ライトは LED じゃないみたい。あ、そうなの。うん、へえ。じゃあそこは変えなきゃいけないの。そうだね、ハロゲンなんだ今時。ハロゲンで、スリップオンマフラー。
スリッポンマフラー。どこのマフラー？アロー。アローのスリッポンをサービスで入れてもらったと。うん。あとエンジンのスライダー。エンジンのスライダーと、あとエンジンガード。ガード。うん。で標準で、スーパーコルサが入ってるディアブロのタイヤね。でリアがオーリンズ。リアオーリンズ。でフロントのブレーキがブレンボ。両方ブレンボじゃなかったかな。あ、リアもブレンボなんだ。すごいね。パッと見どこまでが純正なのか分かんないですよ。そうだね。ほぼ純正です。すごいな。すごいね。でもこれであれだよね、なんかその140万とかだと寝頃感はある気がする。あるあるあるよ。道の駅同士結構バイクいるね。さあどうしよう、東京方面に帰りましょう。はい、今3時半ですね。はい、ということで今日は原田くんの納車日だったんですけど、あのめでたいことに秋さんも買い替えることに決定しました。パチ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 、おめでとうございます。 R1 か R1M だっけ。いやいやいや、次会う時までに、パパさん、ハーレーのパパさんとR25 の限定カラーね、モンスターのこれがいくらで売れるかによって次のバイクね、新車なのか中古なのかが決まるみたいなんで、話をどんどん詰めていかないとね。いやいやいや、前のアクアがいいペースだから気持ちがいい。まあそうだね。そうそう、これぐらい話しながらちょうどいいペース。うん、本当に気持ちいい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。無事あの原田さんの立ちこけが取れてよかったです。はい、ありがとうございます。そんなシーンあったんです。カメラ回ってなかったからね、残念だけど、まあ外装ならしはまだということで、はい、次回に撮っておきましょう。はい、次回頑張ります。はい、はい、いやでもよかったね。うん、無事皮むけたし。うん、はい、じゃあ、ありがとうございます。ジョーさんもありがとうございました。いえ、すいません。駆けつけていただいて。なんか急遽プチツーリングになりましたね。今日は、はい、私の皮むきにつけになっていただいて。あったかくてよかったです。ね、じゃあまたあの来週僕行けるかどうか分かんないんですけど、はい、行けたら参加しますんで、プチツーリング、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあバイバーイ。